動画撮ったのをそのダンス経験者の子に送って、ここがこうっていうのをなんか解説動画みたいなのを送ってもらうんですよ。それを見てできなかったところを家で直して次の日の練習に備えるって感じでしてました。毎回動画撮って確認してできてない人を名指ししてここできてないよ、この首でボールと塗装してください。はい、練習とかはみんなとぶつかったりとかして大変なんですけど、実際に本番で後から動画見た時にすごい揃ってると嬉しくなるし達成感があります。チアダンスは人に見てもらう、人に見せる演技がありますので、その自分たちがまず演技を楽しむ、でその楽しんでる演技を見てもらう人たちを、まあ、元気づける、ね、楽しむって言っても難しいと思うので、まずは演技を何回も何回も練習、ダンスですとか技ですとかをしっかり練習をして完璧にする、でそれをやっていくとやっぱ自然と楽しくなると思いますので、それを見てる人たちに伝えられるようにやっていこうとは言っています。最初入ってきたばっかりの頃はやっぱりみんなすごい緊張してたりとかで、やっぱ表情が硬いんですけれども、だん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 やっていくとすごい笑顔が増えると言いますか、すごい楽しそうに笑顔でやってるのを見ると、あ、やっぱりだんだん自分たちが楽しく演技できるようになってきたのかなとは思います。やっぱりエレコッチャーかな。エレコッチャーの前はやっぱりみんなピリピリしたりしてすごくなんか怖いというかあったんですけど、やっぱ本番になるとみんな頑張ろうみたいな感じでやっぱ団結して、これをあの最初の掛け声でいい、自分だけの笑顔で勝てるだけ一生懸命直すだけバリスタイクト、ワン、ツー、シー、ゴー、ジュニーアップします。はい、エレコちゃん楽しかったです。もう楽しいし、もうやるしかないからもうやってしまえって感じで表現したいことがもう考えずにも体が動くし、笑顔ももう自然に出てたから
人に笑顔を与えられるのがチアダンスだと思うし、そこが他の部活とは違うから。水を一言で言うと仲がいいです。